だるいな。朝から副キャップと監督んとこ行かなあかんしな。副キャップうざいしな最近マジで。失礼します。おはよう。おはようございます。遅いな。てかさ、お前さ、なんで俺来る前に来てんねんって先に。お前が遅いからや。うざい。今日グラウンド状況どうや？今日グラウンド、朝方雨降ってたんで、ちょっとグラウンドが濡れてるんじゃない？はい！さっき確認したんですけど、水たまりだいぶ減ってたんで、まぁ、ちょっと水抜きしたら全然できると思います。そうですね。はい。なら、練習開始1時やから、12時半ぐらいから1年に水抜きさせて、1時半から開始できるな。あー、それやったら僕、12時から空いてるんで、水抜き終わらしときます、1時までに。あ、そうか。はい。なら、1時からで。やろうか。はい。お願いします。失礼します。失礼します。じゃあ何もなかったらミーティング終わろうと思うけど。はい。うざー。まあ、大会が近いっていうこともあって、それぞれがしっかりと気を引き締めながら挑めたらなと思います。今日は監督は練習来られないみたいなんですけど、まあ、基本的には来られないみたいなんですけど、まあ、その分、まあ、僕とキャプテンでしっかりと管理をして、それぞれが気を抜かずに、今日一日頑張っていきましょう。僕は以上です。そやな。やけど、さっきのお前、アップ見てたら、気合入っとったか？すいません。うざーい。せやな。しっかりせなあかんな。はい。じゃあ行こうか。はい。シャープシェゴーえいシェゴーえいシェゴーえいよし！さっきのタイム切れてないやつおったから、もう一杯やな。もう一杯行こう。監督おらんからこそやで。なあ、キャプテン。よし、行こう。ごめんな、切れなくてタイム。うざーい。ふぅ。いや、まあ、お前、ええやんけ。おかしないっすか。なんで監督らんのにさっきのランだってもう一本するんすか。まあ、あいつなりにな、キャプテンとして責任感あんねんて、あいつも。それにしてもあれっすよ。今日僕ら1年が水抜きとかしてたら、練習会社って遅れたじゃないですか。まあ、でもあいつ不器用やからさ、その辺は。しゃあない。まあ、キャプテンの不満とかやったら俺に言え。それはキャプテンの俺の仕事やから全然聞く。それ不満しかないっすよ。いや、あいつも別に悪いやろ、ちゃうねんて。な？うざーい。頑張ってこや。はい、フォローする。お願いします。よし、練習残り1時間やけど、もしかしたら監督来るかもしれんから、一緒に来てほしないけどな。一応ピッチングマシン作動しといて、で一応打撃練習するやつだけやっとこう。ああ、先輩、いや、なんかピッチングマシンなんかちょっと誤作動でなんか動かないんですよね。ほら俺ちょっと見てくるわ。ああ、いえ、副キャップが監督呼びに行きました。うざーい。もしかしたら監督来るかもしれんから、一応ピッチングマシン作動しといて、打撃練習するやつだけやっとこう。ああ、ほんまにごめん。どうしたの？聞いてた、ずっと。タイミング逃したわ。ああ、そういうこと。すぐ行かなあかんやろ。普通に俺こうやってこうやって聞いてもらって、あって思った。